算数問題、意外と戸惑う簡単な問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。60分の動画を 1.5 倍速で見るとき何分かかるでしょう。では解説をします。 60×1.5 で90分とするケースはさすがにないと思いますが、求める所要時間を四角分とするとその 1.5 倍が60分になるということなので、上のようになり、逆算すると40分が正解となります。もっと言うと 1.5 倍速とは1分で 1.5 分分の動画を見られる速さであり、10分で15分分、20分で30分分、30分で45分分、40分で60分分の動画を見られるということです。おまけ問題です。ある商品を定価の 20% 引きで販売しましたが、売れなかったのでさらに 15% 引きで売りました。定価の何%引きになりましたか。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。